コーノスール、コーノスールは南海基線以南の南アメリカ大陸の南端部を指す地理的範囲。日本語に直訳すれば南の核である。社会地理学また政治地理学の観点からアルゼンチン、チリ、ウルグアイが含まれる。これに加え共通の歴史や地理的要因からボリビアとパラグアイ南部、ブラジル南部、南東部のいくつかの州を含むこともある。 ブラジルを例にとれば、リオグランデドスル州、サンタカタリーナ州、パラナ州、サンパウロ州が該当する。主に話される言語はスペイン語、カスティーリ語である。これは16世紀から19世紀までスペインの植民地支配下にあったことによる。またもし、ブラジルを含めて考えるなら、ポルトガル語がキンサノニーとなる。アルゼンチンから、 ブラジル南部にかけての都会でない地域にあるコミュニティでは、イタリア語、ほとんどがイタリア北部方言、ベネツィア方言などが話される。ドイツ語の方言は何種か、主にブラジル南部、アルゼンチン南部、チリ南部で話されている。ある調査によれば、リオプラテンセスペイン語、中でもブエノスアイレス方言は、イタリア語の方言に似た抑揚のパターンをお持ち。 地域のスペイン語におけるるそれととは明確な違いいがあるといこれはこの地域に入ってくる移民のパターンをよく反映している。アルゼンチン、特にブエノスアイレスは19世紀以来膨大な数のイタリア系移民を受け入れてきたからである。この調査を行った研究者によれば、これは比較的最近の現象であって20世紀初頭のイタリア系移民ブームに橋を発するものである。 これに加え、イギリスとアルゼンチンの間の紛争地域であるフォークランド諸島19世紀以来イギリスが実効支配しており、イギリス系居住者がいるでは英語が話されている。アルゼンチンではパタゴニア地域に入植したウェールズ系イギリス人の移民の子孫によってウェールズ語が話されている。ブラジル南東部には日本語を話すコミュニティがあり、主要都市には韓国語話者がいる。 また、ポルトゥニョル・リベレンセがブラジルを囲む国境地域で話されている。これは、ブラジル・ポルトガル語とスペイン語の美人言語である。この他にインディヘナの言語がある。マプドゥン群語、マプーチェ語やグアラニー語など、アメリカ先住民のグループが話すものである。マプドゥン群語は、南アルゼンチンのパタゴニアとチリで使われている。グアラニー語は、パラグアイの公用語の一つである。 また、アルゼンチン北東部に位置するコリエンテス州、ミシオネ州でもスペイン語と共に公用語として使用されている。とはいえ、圧倒的な多数派はカスティーリャ語、アルゼンチン、チリ、ウルグアイとポルトガル語、ブラジルを第一言語として話す。これは近年流入している移民も同様である。これら諸国の人口はアルゼンチン産百三十万人。 チリ1、640万人、ウルグアイ330万人となっている。ブエノスアイレスには最も大きな大都市圏がある1、310万人のサンティアゴでチレは640万人の人口を要する。ブラジル南東部、エスピリットサント州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州、3、パウロ州を含めるときは、サンパウロ市の1、980万人が最大の都市となる。 ブラジル南部、パラナ州、サンタカタリーナ州、リオグランデドスウー州では、クリチバが最大であり、180万人以上の人口がある。ウルグアイの首都であり、最大の都市であるモンテビデオの人口は180万人で、あるが、ラプラタ川のフェリーを利用して5 0トル離れた、ブエノスアイレスからやってくる多くの滞在者がある。エスニシティに関する限り、 コーのスールの人口は人種的、文化的にヨーロッパと非常によく似ている。人口の80%がヨーロッパ系であり、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル南部では多数派を構成する。人種的マイノリティは人口の17%であるが、パラグアイでは逆転する。ただし、その特性は南ヨーロッパ系住民と同化していく傾向にある。アメリカ先住民は、 人口の2%を占める。残り1%を占めるのは、主にブラジル南部とウルグアイに居住する村ートである。アルゼンチンは、先住民と移民双方の異なる人種のルツボである。白人ケーラーンアメリカ人市民が、人口の大多数を占め、総人口の89.7%から97%が、白人である。自己申告に基づく、最新の国家センサスでは、 似たような結果が出ているにもかかわらず、ブエノスアイレス大学の遺伝学部の研究と他の調査が示すところによると、アルゼンチンの人口の56%が不敬、あるいは、母系の先祖に少なくとも一人のインディオの祖先を有しており、人口の10%が、両方の家系にインディオの祖先がいたと見積もられた。ウルグアイの場合、インディオの民族集団は現在消滅しているが、未だに、 メスティーソと黒人といった目に見えるマイノリティが人口の12%を占めている。パラグアイの人口の大多数はメスティーソ、白人とインディオの根結で構成されており、ヨーロッパ人移民による影響はかなり大きなものがある。メスティーソ系住民が欧州的な性格に傾斜していくことは珍しいことであり、これは他のラテンアメリカ諸国において見られる傾向とは対峙している。 次に、それは唯一の人種差別的要素となっている。この状況は、総人口に占める高カソイドの比率に関する論争的な疑問をしばしば巻き起こしてきた。パラグアイには、明らかに認識可能なインディオがいると同時に、正確な数は把握されていないものの非根結の白人も国民を構成している。チリの人口の大半は、白人と白人系メスティーソによって、 特徴づけられている。メスティーソは、スペイン人移民とインディオの女性の間に生まれた民族集団である。白人の多くは、スペイン、主に、カスティーリア、アンダルシア、バスクに、残りの少数はチリにやってきた、多種多様な移民、イタリア人、ドイツ人、イスラエル人、ユーゴスラビア人、アラブ人、その他に起源を持っている。外国人は常に、チリでは珍しかった。 1960年のセンサスにおいて、彼らは10万5000人。55%はスペイン人、ドイツ人、イタリア人、もしくはアルゼンチン人に達した。数が少ない上に、彼らは素早く現地に同化した。黒人人口は常に数が少なかった。植民地時代には人口2万5000人に達したが、人口比は1%以下である。 現在のアメリカ先住民の人口はセンサスによると相対的に小さく物理的に同様であるものと言語学的にもしくは社会的に彼らに属していると考えられるものを考慮に入れると彼らの人口は増大する。コーノスールのもう一つの特徴は比較的高い生活水準とクオリティオブライフにある。アルゼンチン、チリの人間開発指数はラテンアメリカで最も高く スロベニアやクロアチア、ハンガリーといった中央で最も豊かな国々と並ぶ。ウルグアイはこれらの領域において文網が技術的に存在しないところに出たし、産業と経済の成長限界に直面しているとも考えられる。アルゼンチンとチリは HDI の指数から人的資源ではヨーロッパ諸国やその他の工業国をしのぐために先進国とも考えられる。高い平均余命。 健康と教育へのアクセスにより、世界市場への大規模な参加とメンバーの経済成長のプロフィールは、コーノスールのラテンアメリカをマクロ的に見て最も繁栄した地域にしていい。マジョリティはローマカトリックだが、少数のムスリムやイギリス国教会、東方正教会、仏教、道教なども存在している。ユダヤ教のコミュニティは、 アルゼンチンのブエノスアイレスとウルグアのモンテビデオで成功している。コーノスールの保守的な信仰のあり方にもかかわらず、地域の社会改革の特性を決して縮小しなかった。ウルグアイでは政策的に教会と国家が強く分離されており、不可知論と無神論が非常に一般的である。ラテンアメリカの国で最も世俗的と言える。より保守的な地理では近年になって、 ようやく離婚法のみ成立した一方で、ブラジルとアルゼンチンでは、ゲーデンゴがすでにいくつかの地域で可能となっている。気候は、ほとんど温暖だが、多湿の亜熱帯、地中海性気候、高地熱帯気候、海洋性気候、亜極地気候、寒冷高地気候、砂漠気候、および循環層的温暖地帯を含む、アルゼンチン北部、1月の熱赤道、 パラグアイ全土、アルゼンチンブラジル国境地帯、及びアタカマ砂漠の内陸部を除いて、領域は滅多に猛暑にはならない。加えて、アンデス山脈とパタゴニアの砂漠、ほとんど居住者のいない領域を除くほとんどの地域で、冬は寒冷な温度を示す。強力で一定の風と高い湿度のため、体感温度はさらに低くなる。アタカマは地球上で最も乾燥した場所である。 領域内で最も独特の植物は、アルゼンチンとチリで見られるアラウカリカの木、ピヌスである。南半球で発見されたピーニュースの唯一の在来種が、コーノスールに起源を発した。ブラジル南部でかつて広範囲に自生していたアラウカリア・アングスティフォリアは、現在致命的な絶滅危惧種である。アルゼンチン中部に位置するステップ地域、ウルグアイ、ブラジル南部がパンパとして知られており、 領域の典型的な人々はガウチョと呼ばれるスペイン人とインディオの間の根血である。海洋熱帯樹、ツンドラ、地中海植物及び砂漠の植物は自然発生したもの。南極大陸以外においてパタゴニアは地球上で最も清潔な場所と言われる。20世紀後半にこれらの国々はん火、国水的軍事独裁政権によって統治された。 1970年代には、コンドル作戦が、左翼反対制覇と、都市ゲリラに対して行われた。しかしながら1990年代までには、民主主義が復活した。現在、アルゼンチン大統領のクリスティーナ・キルチネルと、チリ大統領のミシェル・バチェレは、政府の信用と改革を立て直した。ウルグアイとアルゼンチンには、 社会福祉政策にリベラルかつ世俗的な伝統があり、アルゼンチン、チリ、ウルグアイの政治史の情報を参照して、時折、ラケンアメリカのスイスと言われることもる。20世紀の半ばの軍事独裁政権下にある国々を示すのに、コーノスールと一括りにされる際には、アルゼンチン、ウルグアイ、チリは国家全体がコーノスールの範囲内にあるとみなされたととに、 ブラジルについても、地理的には、コーノスールの外部に、領土の大部分があったものの、ブラジルという国家もこのくくりに含まれてきた。これらの国で民主主義政権が樹立された今日、ブラジル南部の州、サン、パウロ州、パラナ州、サンタカタリーナ州、リオグランデドスル州は、ウルグアイ、アルゼンチン、チリと同様の特徴、平均的な生活水準や温暖な気候、 サンタ・ガタリーナ州トリオ・グランデドスルは、例年雪が降る、高度産業化、及び多数のヨーロッパ移民を有するため、工場的に定義に含まれる。リオデジャネーロ州とミナス・チェライス州も、また同様の特徴を有している。パラグアイについても、政治的観点でくくられる際には、地理的な位置と過去の軍事独裁により、パラグアイはしばしば、コウノスールの一員として扱われてきた。しかし、 極端な貧困や非工業的あり方、そして外部分が熱帯気候であることにより、コーノスールの他の諸国からの反対のために、このくくりから外されることも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。